ドルは、Python 用の統合開発環境であり、マルチウィンドウ型のテキストエディタである。バージョン1.5、2bit1 以降の Python に標準で付属している。主な機能は以下の通りである。1起動してファイルからオープンもしくはニューファイルをクリックするとエディタ画面が開く。2エディタ画面にソースコードを書く。3書き上げたらエディタ画面の欄を押して、 書いたコードをセーブするとともに実行する。機能を絞り、軽量かつシンプルで初心者でも扱いやすいことを目指している。一方では使い勝手の点から様々な批判を受けている。フォーカス機能がないこと、クリップボードにコピーする機能がないこと、行番号が表示されないこと、インターフェースのデザインなどが批判の的である。ユーザーがより高機能の IDE にすぐに移ることから、 アイドルは使い捨ての IDE であるとも言う。Python とアイドルの開発者であるグイド・バンド・スタムはアイドルの名前の由来をインテグレーテッド・ディベラプメント・エンバイロメントとしている。しかし Python の名前の由来がイギリスのコメディアンであるモンティ・パイソンであることからおそらくアイドルの名前もモンティ・パイソンのメンバーのエリック・アイドルから来ていると考えられている。アイドルの開発には パイソンとタケンターが用いられている。ありがとうございます。